テレトビズ。うわー、すごい加速力ですね、これ。やっぱこれ電気自動車。やっぱ加速力ってのは非常にこう魅力的ですよね。こちらのスタンダードモデル、これ600万超えてるということで、一般的にはもう高いんじゃないかっていう印象あると思いますけれども、加速力というか、ガソリン車でいうとスーパーカー並みの加速力ですからね。それをまあ600万円で手に入れられるとなると、まあそれは安いと感じる人もいるんじゃないでしょうか。あー、で、なるほどね。本当にもうアクセルを離しただけでブレーキかかるんですね。で、まあ回生ブレーキでその動力をエネルギーに変えるっていうことで、まあこれで航続距離のアップにもつながってるということだと思うんですけど、まあ電気自動車って結構電池がへたるみたいな多分印象をお持ちの方多いと思うんですけれども、それっていうのは多分初代のリーフ、あれが電池がへたったってところでそういうイメージを持ってる方いらっしゃると思うんですが、今の電気自動車ってほぼ電池へたらない、寿命は非常に長くなってますのでね、そういった心配はいらないんじゃないかなと基本的に思ってますね。それは国産メーカーももですね。まあ最初の初代のリーフっていうのはまあ、リチウムイオン電池搭載してたんですけど、LMO っていうタイプで、あれも、安全性めっちゃ高いんですけれども、寿命が非常にまあ短いというタイプをまあ使ってたと。まあ、多分まあ、最初の電気自動車ってことで、爆発したらダメだろうってことで、おそらくそういう安全に振り切ったと思うんですけれども、ただまあ、ちょっと寿命が悪かったということで、そういうちょっとネガティブなイメージを持ってる方多いと思うんですが、今の電気自動車は、まあ、何万キロ走っても、まあ、容量 90% 維持とか、まあ、そういうのが普通の世界ですのでね、やっぱまあ、一回乗ってみるっていうのは、大事なんじゃないかなと。テスラの電池には何か特徴はあるんですか？特徴といいますか、まあ、電池っていうよりかはその熱の管理システムですね。それがまあ非常に先進的だと一般にはこう言われてますね。まあ、電池の性能もまあいいんですけれども、その電池っていうのは非常にこう熱にこう敏感でして、まあ、暑すぎてもダメだし、まあ、こう寒すぎてもダメというところがあるんですけれども、そうした時にこう熱をこう管理するシステムっていうのが非常にこう重要になってくると。で、まあ、このテスラっていうのはこのオクトバルブというのをこう採用していまして、こう電池だけじゃなく、こう、車全体の熱管理をですね、こう、一点にこう、集中して担う部分があるんですけれども、それによって、まあ、例えば電池で発生した熱を空調に使うとか、まあ、そういうこともやってて、もう全体的にこう、熱を一元的に管理しているということで、それでまあ、効率のアップも図っているというようなところがあるというのが、まあ、かなり進んでるところですよね。で、まあ、その、効率化っていう話の時にですね、テスラに関しては、非常にですね、効率の高いパワー半導体っていうのをこう使ってるんですよね。どこに使ってるんですか？インバーターっていうですね、直流を交流に変換する。まあ、これ、モーターに、バッテリーとモーターをつなぐ時に必要な、部品なんですけど、そもそもパワー半導体っていうのは、この、大きな電力を処理するための半導体なんですけれども、そこでですね、非常に、普通はですね、熱の損失が起きるんですね。つまり、電池に蓄えられたエネルギー、まあ、全部この動力に変えられるわけじゃなく、結構多くがですね、熱になっちゃうんですね。そうした時にですね、普通の半導体っていうのはシリコンっていうのが使われてるんですが、こちらはですね、シリコンカーバイド製のものを使ってるということで、これも次世代のパワー半導体なんですよね。で、まあこれをいち早く採用していまして、今ですね、結構海外製の EV、これをですね、採用してるっていうのは続いてるんですが、残念ながら日本製の EV ですね、この採用の機運が非常にこう鈍いというところ、ちょっとまあ残念な。ただですね、パワー半導体に関しては日本企業結構強いんですよね。ロームとか富士電機とか三菱電機とか、半導体全体で言うともう日本は結構もう存在感なくなってるんですけども、パワー半導体に関しては世界でも高いシェアを誇ってるんですが、そのシリコンカーバイド製とかですね、次世代のものに関しては残念ながらですね、かなり存在感が薄くなっちゃってきてまして、まあそれもまあ無理もないというかですね、自動車メーカーですね、そこのまあ採用の意欲が少なければ、もちろんその半導体を作ってる会社もですね、よし頑張って開発しようと、リスク取って開発しようとならないと思うんで、まあぜひとも日本のこの自動車メーカーはですね、こういうシリコンカーバイドとかですね、まあ最新の技術っていうのをどんどん採用していかないと、その技術というか産業の裾野も広がっていかないなっていうような気もするんで、まあなんとかちょっと頑張ってもらいたいなと思いますね。今年ですかね、イーロン・マスクさんがドライ電極、なんかちょっとニュースになりましたよね。はいはい、まあより進化系の電池をこう開発しようとはしてるんですが、ただまあかなり難航しているというような話がありましたね。ただ日本勢はね、結構全固体電池っていう、また別のタイプの夢の電池を開発しようとしてますが、まあそっちもかなり難航していると。いうことで、まあ、夢の電池、まあ、ドライ電極なのか、全固体電池なのか、まあ、どっちが先に来るのか、
ちょっとそこまだまだ見えないところで、まあ、ちなみにテスラは現状3種類のタイプの電池使ってまして、まあ、いずれもリチウムイオン電池なんですけれども、まあ、LFP って呼ばれるものと NMC、NCA って呼ばれるものを搭載してるんですが、NMC と NCA っていうのは、まあ、よりパフォーマンスの高いもので、LFP っていうのは、よりですね、まあ、コスパがいい。ちょっと貯められるエネルギー量少ないんですけれども、安くてそして安全性が良くて、まあ、寿命も長いみたいなものを搭載していると。ちなみにこのモデル Y は、これはですね、まあ、よりコスパが高いですね。中国の CATL 製の LFP 電池が搭載されていると。パフォーマンスモデルの方はですね、韓国 LG エナジーソリューション製の NMC が搭載されているというふうに見られます。なんでパナソニック使わないんですかね。まあ、パナソニックね、ちょっとこれ、なかなか言いづらいですけれども、まあ、パナソニックはテスラと一緒にね、二人三脚でこの電気自動車の市場を、まあ、開拓してきたんですけども、なかなかこう、大きな投資に踏み切れないというか、一方の中国とか韓国のメーカーはどん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 こう、増産体制を敷いてるというところがあって、まあ、単純にまあ、足りないっていうことですね、電池が。いや、ちょっと喋りながら運転ってめっちゃむずいな。そうっすよね。特に、人の車だと難しいです、うん、めっちゃむずい。で、まあ、テスラの一つの特徴としては、運転支援とか、まあ、自動運転とかで、まあ、進んでるっていうふうに、まあ、言われますけれども、結構もう、なんか、方針が他社と全然違いまして、テスラは、カメラをベースとしたセンシングっていうのが特徴で、他の会社さんっていうのは、レーダーとかライダーとかっていう、まあ、レーダーっていうのは電波を発信して、それが返ってくるのを、まあ、受信するみたいなやつで、ライダーっていうのはレーザーですね。レーザーを発信するというような方式。それで、まあ、センシングしてるんですけども、テスラはカメラをベースにしてると。とは言っても前方にミリ波レーダーっていうのが搭載されていたんですが、このモデルはもう省かれてます。まあ、つまりはもうカメラだけでセンシングしているというような状況にこれなってますということで、これまあいろいろ賛否両論ありまして、まあ、ただのコストカットでそれやってるんじゃないかみたいな、まあ、ツッコミもある中で、テスラの言い分としては、いやむしろそっちの方がカメラだけの方がより高精度にこうセンシングできるというふうに言ってるんですよ。まあ、どういうことかというと、カメラっていう一つのシステムと、そしてレーダーっていう、まあ、別のシステムが混在した方が、情報のこのノイズが入ってくると。そしてまあ、誤検知につながるということのようなんですね。まあ、例えばですね、まあ、レーダーが、ここはブレーキを踏まなきゃいけないと判断することもあれば、ただ一方でカメラの方は、いや、ここは大丈夫みたいなことが起こりうると。まあ、そうなると、こう、誤作動みたいにつながると。まあ、過去の実際の、まあ、テスラのこの事例としては、例えば、まあ、まさにこういうですね、上にかかる橋、これをレーダーが、いきなり前に出てきたこう障害物みたいにこうなんか、思っちゃって、それね、ブレーキが急にガーッとかかるみたいな、まあ、これファントムブレーキとかって言うんですけれども、そういうことがまあ実際起こったそうなんですね。なので、むしろカメラだけにした方が精度が上がるんだというふうにテスラ側は主張していると。テスラのホームページ見ると、このテスラのこの運転支援システムは、他の他社と比べて、まあ、最高点を取った、みたいなことが書かれてましたね。で、まあ、その中で、レーダーなしでやってやったぞ、みたいな一文が書かれててですね、まあ、相当なんか、まあ、カメラでやっていくんだというこだわりを感じますね。で、その将来的な完全な自動運転を目指すってなった時に、実はテスラの方が先に、それを実現するんじゃないかというふうに言われていまして、それっていうのは、そのテスラは、高精細なマップを必要としていないんですよ。一方他社は全て高精細なマップの情報がないとこの自動運転できないというような形になっているんですよね。で、そうなった時にこのレベル5っていうのは地球上どこでも、まあ、手放しで運転できるという仕組みなんですけれども、そうなった時テスラ以外の会社っていうのは高精細なマップがすでにないと自動運転ができないわけですよね。そうなった時にじゃあ地球上どこでも3D マップを作れるかというと、それはかなりの準備の時間がかかると。一方テスラっていうのはそういう高精細の 3D マップが必要としていないということで、もし一度その技術が完成したらどこでも自動運転ができるというふうに言われているということで、まあこの思想の違いから、どっちがですね、完全な自動運転を実現するかのが早いかというと、まあテスラが先なんじゃないかという見立てが非常に多いとなってるんですよね。まあ、ちなみにただその高精細なマップが必要だっていう陣営に関しても、例えばトヨタなんかはですね、去年だったかな、アメリカのですね、スタートアップ企業を買収しまして、それっていうのは、走りながら、まあ、リアルタイムで地図を更新するみたいな、そういう技術を持ってるということで、まあ、もしそういう技術がですね、本当にこう、どんどん実用化、こなれていけば、3D マップをもうリアルタイムで更新していくということなので、まあ、初めてのところでも、
マップをどんどん作っていって自動運転ができるようになるかもしれないということなので、まあどっちがテスラが先か他が先かというのは今後まあ見ものですよね。はい、ということですね、テスラのモデル Y 試乗してきたんですけれども、まあ、そもそも私電気自動車初めてということで、まあ、シンプルに加速感とかですね、まあ、静粛性、静かさ、まあ、驚かされましたね。本当まあ電気自動車乗ったことない方はですね、まあ、テスラじゃなくてもいいと思うんですけれども、電気自動車一度乗ってみるといいんじゃないかと思います。自動車業界に新しい風を、まあ、確実に吹き込んでるなという感じがしまして、まあ、先ほども言及しましたけれども、まあ、熱をですね一元的に管理するシステムだとかですね、あと自動運転をですねこれカメラだけでやっちゃおうという思想だったりとかですね、あとこうボディを一体的に成形しちゃおうという、これまあ普通の自動車業界じゃこれまあ真似できないようなことをまあ次々とやってのけているということですね。まあ、一方まあ日本企業もですね、例えば日産ですね、こうサクラという軽自動車の EV を発売しましたけれども、こちら航続距離かなり短いにもかかわらず大ヒットを飛ばしていると、まあ、今までの常識的なですね EV はまあある程度航続距離ないと売れないみたいな常識があったんですが、まあその常識を突き壊して、その常識を壊してですね、大ヒットを飛ばしているといった感じでですね、まあ、ぜひとも日本企業その他の企業もですね、新しい風、新しい挑戦をですね、どんどんしていっていただきたいなというふうに思います。以上、理系通信でした。ちなみに、まあ、この試乗中にこう電池の話いろいろしましたけど、後日ですね、ナトリウムイオン電池というあの次世代電池の一種をですね、詳しく解説した動画アップしますので、そちらもぜひご覧ください。最後まで見ていただきましてありがとうございます。テレビ東京の経済ニュース、経済番組をもっと見たいという方は、こちらの画像をクリックしまして、動画配信サービス、テレ東ビズにアクセスしてください。どうぞよろしくお願いいたします。